堀田由美子30歳身長165センチ体重75キロ血液型 A 型入団13年目のベテランレスラー破壊力あふれるキックをはじめ妥協を許さない強烈な打撃技が持ち味そして必殺の関節技はこれまで数多くの選手をマットに沈めてきたその戦いぶりは格闘マシンと呼ぶにふさわしい井上京子28歳身長166センチ体重85キロ血液型 A 型パワフルなボディからは想像できない驚異的なスピードと多彩なテクニック彼女はまさにプロレスの申し子というべき天才だそして今年6月 3WA シングル王座を獲得これは女子レスラー最強の称号ともいえる価値あるベルトそのベルトをかけて天才京子とマシーン堀田が激突勝利はどちらの手にさあこの試合は60分一本勝負であります実は井上京子は今日この試合の前にこの試合を最後にして前女の専属からフリーを宣言してるんですよねそうですね、突然の FA 宣言でね、はい、ちょっと驚いてるんですけどね、京子もですかそうなんですあら、ですからまあ今日はどういった心境でこの一戦を戦うんでしょうか大きな飛躍を目指して井上京子フリーを宣言してこの一戦に臨んでいますリングに上がってね、しばらくたけばまたいつもの稽古に戻るんでしょう何か楽しい気持ちもいたしますしかし大きく飛躍すればねこれに越したことはありませんこの稽古さんがまた敏将そうなんですよ鮮やか鮮やか、ね、堀田さんが地味で強盗動きを見てますとまさに井上京子は天性のね素晴らしい天才的な動きがありますし強盗ですかなるほど堀田さんは強盗ですよね、なるほどねあ強盗ってあの盗ったの、違います違います、それ分かっとるそうかそうかでもなんかすごい力強さでね、とにかくこれが格闘技これがあの女性の格闘技とそういったあの迫力も十分にお楽しみいただきたいと思います力加えてまず井上京子しかし堀田は太りません今日はあの共にキック力でもね互角のですかそうですね、まあ、堀田はもう積極的にね、はい、行きますねやっぱりね今日は決めてやろうっていうのがあるでしょうねそうでしょうね、はい、あっと脇固めにいっています堀田一瞬の隙を突きました堀田は何が何でも勝ちたいですねそりゃそうですよ勝たないといけないですね、いやあの今日も控え室でね、ちょっとあの 3WAシングル選手権者のずっとあの初代からの名前を見てみたんですけどもね、初代があのミルドレッドバーグこれは、まあ、3WAの創始者でもあるわけなんですけども、はい、2代目マリー・バクロン外国人選手ですね、はい、3代目昭和47年に京愛子という名前があります京愛子これ大きなったことありますでしょ、はいはい、そしてその中に堀田由美子の名前がないわけです、それで、まあ、あの堀田由美子の名前というかね、はい、あの60年入門組ですよね、はいまあ、クラッシュギャルズの一番あの最盛期の最難関を通ってきた60年組がですね、まだ1回も巻いてないんですよそうなんですよね、代表して堀田由美子何が何でも巻かなくちゃいけないそういった気持ちでしょうねそして塩野さん、はい、あの堀田としてはこの前あのユートップスの伊藤が、はい、京子に挑戦して、はいまあ、前線あと一歩をうまく負けましたよねそうでしたそれがすごく頭にあるらしくてそのユートップスの大将としてはなるほどその伊藤の敵を打つためにも絶対に負けられないと語ってましたねそうですかいや森君ね実はあのこの前の後楽園ホール私は行ってないんですけどもね、あのニュートップスが結成されましたでしょ、その件の事情をですね、ちょっとファンの皆さんに報告していただけますか。まあ、堀田がね、よりその純粋に格闘技を極めていきたい者たちを、はいはいまあ、集めて、はい結成されているのがユートップスなんですが、まあ、対象格はこの堀田由美子メンバーが、そしてまあその先ほどの伊藤薫もそうですし、はいはいはい、それから渡辺智子なるほど、この辺りが名を連ねてますね。まあ、ユートップスとね、新しいあのやはりチームが結成されたわけですよね。そうですね。はい。顔ぶれを見るとなるほどなと思います。じゃあもう、今の現状ですね、本当にリードしてる4人組ですよね。はい、いわゆるね裏街道じゃなくて、正道を行くね、そうですね、本格的な格闘技者。この人たちが集まったわけであります。そして、まあ、その頂点に立っているのが
今かかっている堀田由美子であります。どっかでこのイガラっぽい感じがあって、イガラっぽい感じね、これはこれでまたいいですね。なるほど。さて久本雅美さん、はいはい、井上京子なんかはやはりバラエティなんかでご一緒したことありますか？いや私ないですね。あまりしないタイプですからね。はい、井上さんの衣装っていうか、ユニフォームいつもこういう感じなんです。やり目がいきますか。すごくあのカラフルで見てた、ねえ、こいつはこいつはあの一見派手ですよ、とにかく。あのシャラシャラっていうのはあの顔にかかって小狭くなってたとかして反則にならないんですかね。あ、どうですか、関係ないですよね。はい、すごい。いや、今どうしてるんですか？あの逆十字をかかってね。逆十字ですか。まあ、とにかくあの関節技をね、ロープ逃げましたね、言ってますんでね。はい、さあ、今度は対角線によって立ち渡しました。見切ってやります。さあ、また行ってますね。やっぱり関節で決めたいというのが決めたい、堀田自身はね、はい、やっぱりユートップス軍団というのを、ね、そうでしょうね。さあ、まあ、キックでは負けてはいないんですけども、こういった関節技ということになりますと、なんといっても堀田由美子は18番であります。得意中の得意。今日は徹底的にこれで井上京子チャンピオンを痛めつけようという作戦のようであります。解説の宮本さんは今日のこの2人の戦いですけどもね、どういった試合になるというふうに今思ってらっしゃいますか？そうですね、あの、まあ、堀田選手というのは割と直線的なファイターでね、直線、まあ、どんどんといくようなタイプですよね、はい。まあ、あの京子選手というのはあの非常に多彩なテクニックをですね、前具合にバルティエはちょっとずるいような感じで、はいはい、このペースをマーク狂わして、逆に自分のペースに持ってきて決めていくというのは、そういうタイプだと思うんですよね。だから堀田がやっぱり京子のペースにはまらないようにしないとこの試合は勝てないでしょうから、まあ、その辺の心理戦のあやみが結構あるんじゃないですかね、はい。例えば井上京子ってのは一生懸命やってて豪快な技を出すんですけども、しかしダンシングツリーなんかありましてね、そうですね、急にあの場内を沸かしたりするじゃないですか。例えばあれを今日堀田由美子がやられたんじゃ、やはり井上京子のペースにはまってるそうですよね。いや、逆に言うとあれを出させちゃいけませんね。そうですね、でまだ今日はあの京子選手もですね、はい、こういうフリー宣言などしてですね、はい、ちょっといつもとはやっぱ違うと思うんですよね。そうですね、確かに先ほど森アナウンサーからもねリポートが入りましたが、ずっとあの選手紹介までいつもの井上京子の表情は見られませんでした。やはりあの表情がこわばっていたんですよね。そうですね、なんか試合見ててもちょっとなんか違うなって感じますね。この人はしかし自分を乗せて、またお客さんを乗せて調子を出していきたいですからね、はい、果たして今日はどうなんでしょうか。さあ、ダブルアーム、あーと、本物落としました。これは強烈だ。相棒北野さんもたまりませんよ、思わず鈴木さんが痛いって言ってますけども、痛いどころじゃありませんよ、もう、もう痛いどころじゃないっす。さあ、今度はどうしようというんでしょうか。あ、本当です ね、 ね、はい、京子ちゃん、うん、京子ちゃん、すごい細かったんだよ、体があの大きくなりましたよ ね、 ました ね、 ね、本当です。まあ、こういったあのレスラーってのは1年見ないともう体がガラッと変わりますね。堀田由美子はいろんな技を持ってましてね、例えばピラミッドドライバーなんかで簡単に決まるとは思いませんでしたけどね、今日は、意外と出すのは早かったですね。今早かったですよね、はい、ですからあれは本来でしたら普通の選手だったらもう必殺技っていうんですか ね、 ね、決まる技なんですけどもね、はい。さあ、コーナーポストに捨ててどうしようというんでしょうか。カリビアンスプラッシュかなんか行こうとしたんでしょ、しましたね、しかしこれはもう重々承知です。ミサイルキック炸裂。おっと、今スリップいたしました。当時のパラマウといった感じであります。井上京子、大丈夫か。珍しいね、あれ失敗したの。天才的なレスラーですから、ああいうの失敗しませんよね。森本さんのおっしゃる通りですよ。ああいうのはちょっと見たことはないですよ、はい、ありませんね、まあとにかく天才的な感を持っているレスラーであります。しかし今日は何か気持ちがねおかしなものがあるんでしょうか。アトラリアット入った。これは決まっています。これは綺麗に決まりました。さあ
ちょっと苦しくなった堀田由美子、念願の赤いベルト、今日は手に入れる絶好のチャンスであります。また手に入れなければいけません。しかし井上京子、簡単に手放すわけがありません。後ろに飛んだ、これはかわした、一瞬の横振りに今日はこういった隙をやはり見せちゃいけなかったですね。これはどうでしょう、どうでしょう、リバップかどうか、入ってるか、さあ危なくなっている、危なくなっている、いやー井上京子危なかった。あの関節技は一旦入っても簡単にはね外れません。あー今度は顔面にハイキック、さあまた顔面に、あーバックで取った、横に投げました、すごい、あんなに痛みつけられてもすぐ浮き上がってやるもんね。そうなんですよね。ぜひこれを舞台でやってくれ、君たちは。いや、いや、しんじゃん、しんじゃん。できない、できない、そんなの。さあ、まあしかし、勝負はやはりこれから。今の右腕が相当に効いているというジェスチャーを見せながら、ね、右腕でなんとラリアットいきましたもんね。はい、これは当たりたいの上と、はい。しぶといですね。今度はどうしようというんでしょうか、足を取るか、ファンにアピール、しかし起き上がった、起き上がっていった、さあ後ろから踏み込んでいく、ほっといることであります、空中技も使うかどうか、今日は、今日の流れ式のね、まあ、あの逆十字なんですけどもね、流れ式の、ね、はい、そうでしたよね、はい、カリビアンスプラッシュかなんか行くのかなと思ったらね、さっと逆十字に行ってみます。さあまた行くんでしょうか、今度は1点、井上京子攻めている、危なかった、堀田危なかったですね、は危なかった、はい、一瞬の隙を突かれます。ああいうところが井上のうまいところなんですよね、はい、油断はできません。この試合は60点日本勝負、これはもう油断して1本取られたらあっという間決着がつきます。キック入った、さあこれはチャンスだ、堀田由美子強烈なキックが入っているようであります。さあそしてトップロープからこれはかわしました、うん、決まったらひとたまりもありません井上京子。さあ今度は井上反撃の番がやってまいりました、どうしようというんでしょうか、このままアーティカット取った、今のはどうしたんでしょう、ニールキッパー、さあ今度は堀田由美子、何か井上がいつものね雰囲気ではありません、ちょっとリズムがないですよね、しかし今のは鮮やかに両手を使いました。この辺りは井上鮮やかな反転、さあそしてカウントが入ります。まあ技を失敗してもその後すぐにね反撃に転じます、見せます井上京子、チャンピオンであります第44代、そして第45代を狙っているのは相手からドライバーが入りました、これはどうか、3つか、危なかった、渾身のナイアガラドライバー、すごいだろうな、本当ですね、はい、さあもうあの両者とも自分の決め技を使ってますね、そうですね、またいっか、ノーブが使った、さあなんで決めようというんでしょうか、井上京子ホッター危ない、もう一回行くんでしょうか、ナイアガラドライバーに行ってみよう、そしてカウントは取れません、一瞬の隙を突いて逆転にカウント入った、ギブアップギブアップ、いやーギブアップが落ちました、逆転なんでしょうか、そうですね、まあ、パワーボムを連発してね、はい、それからっていう取りかかろうとしたところをなんか一瞬に手を取られましたね、そうでしたよね、はい、45代チャンピオンとうとう谷
ました。大場さん、ついにベルト巻きましたね。そうですね。いやもう強子はやっぱ強かったですね。でも最終的なこうやって勝ちが取れたのはやっぱりルートックスの後の3人のことが頭に入ったんですよ。ここで負けちゃいけないっていう気持ちで最後にあれにかけてみました。お天井のマットを守っててください。ありがとうございます。